スターフォックスシリーズスターフォックスアサルトスターフォックスアサルトはナムコが開発しニンテンドーが発売したニンテンドーゲームキューブ用 3D シューティングゲームであるスターフォックスシリーズの第4作目本作では戦闘機アーウィンを使用したシリーズ伝統の 3D 奥スクロールシューティング64版より取り入れられたオールレンジシューティングに加え 武器を持った生身のキャラクターを操り、時にはアーウィンや戦車、ランドマスターに乗り換えながら戦闘するサードパーソンシューティングゲームパートが加わっており、このパートを使用した対戦モードの充実など、こちらを中心にしたゲーム内容となっている。プロジェクトエーセス開発と発表されたが、後に嘘だったことが発覚。本当は当時の別のナムコ社員たちが担当し、 プロデューサー小林武史、オールレンジモードディレクター中西俊之、バトルモードディレクター吉田豊となっている。キャラクターデザインも当時の別のナムコ社員で、現在は日本国外でアーティストとして活動している小牧秀俊が担当しており、64番の時点では顔以外の部分が判明していなかったスターウルフの面々も小牧により詳細なデザインが描き起こされている。 ゲーム中に使用される BGM はフルオーケストラで構成されており、スターウルフのテーマ曲など過去のシリーズで使用された曲をオーケストレーションして使用しているものも多い。時間軸としては前作スターフォックスアドベンチャーの後の出来事である。CM ソングにはホテイとモヤスのアイデンティティが起用された。惑星サウリアの事件から1年。 スターウルフを追い出されたアンドリューおいっこには、亡きおじ、ドクター、アンドルフの残党を率いて、コーネリア軍に反旗を翻した。年齢のために引退した、ペッピーヘアに代わり、サウリアの事件がきっかけで、クリスタルがチームに加わった新生スターフォックスが出撃する。声優は、全員が青にプロダクションに所属。64番では6人の声優がそれぞれ複数の、 キャラクターを演じていたが、本作ではほぼ一人のキャラクターに一人の声優が専属で担当している。これにより、フォックス、ウルフ、ペパー将軍などの主要キャラクターの声優が64番から変更されている。中でも主人公キャラクターであるフォックスの声優が、佐藤内忍からの島賢治に変更されているが、これはアドベンチャーの花がかかった声と64番の 佐藤内氏の声を混ぜたような感じで様々な声優のサンプルを何度も聞いてその中から選ばせてもらったと今村隆也は答えている。なお、64番でホックスの声を担当した佐藤内忍はレオン役として引き続き参加している。年齢についてはインタビューで今村が今回から資料設定は一切出さないと発言している。スターホックスのライバルチーム アンドルーフ軍壊滅後は、どこにも所属しないならずモの集団となっている。SFC 版64版とは異なり、ルート分岐がなく、ステージは一本堂。そのため、従来に比べて、ステージ数が減少している。シリーズ伝統のスクロールステージの数も少なめ。ある条件をクリアすると、ナムコが過去に発売した一家のシューティングゲームを、プレイすることができる。 アサルト本編はプログレッシブモードでプレイ可能だが、これらのボーナスゲームはインターレースモードでしかプレイすることができない。いずれもナムコが開発に関わった作品である。ありがとうございます。